誘導員をかわす6番の里見も踏み込んでいくが、高谷がここは譲らない。残り600の鐘。3番の高谷、6番の里見と並んでいるが、ここは6番の里見を一社出しました。2番手に入った3番高谷、その後ろ7番の石川が続いて、4番手に1番の藤田です。その後ろ5番の斉藤がいます。残りが1周。6番の里見の先行ですが、後ろは3番の高谷になっている。バックストレッチ、3番の高谷が仕掛けていった。後ろは7番の石川、その後ろ1番の藤田が続いて、4番手には5番の斉藤、内を狙うのは8番の佐藤。後方からは2番の晴山も懸命に上がる。4コーナーから直線。3番高谷が先頭、追うのは石川。高谷が粘る。外から5番の斉藤を突っ込んだ。